それではこちらのコーナー行ってみましょう。シュワシュワメールコーナーワンフォー。元気だね。元気。ここでねバンと上がるからね。はい、行きましょう行きましょう。はい、それではシュワシュワネームカレー100人前さんからです。りほちゃん、ねりくん、こんにちカメラ。こんにちカメラ。こんにちカメラ。5月30日発売の道しげカメラは、普段だったら見ることのできないメンバーの姿が満載の写真集ですね。さて、りほちゃんに質問です。さやしカメラがあったら誰のどんな姿を写真に撮りたいですか？ぜひ教えてください。なるほど。という、はい、あ、ちなみに道しげカメラは、はい、まあ、知らない人のために、例えばどういうのが写ってるの？そうですね、もうなんかもうほぼオフショットなんですよ。いいですね。ほぼ全部オフショットで、うん、まあ、その道しげカメラ用にちょっとグラビアと、うん、グラビアっていうか普通にみんなの写真を撮り下ろしてもらったページもあるんですけど、うん、こう1年間2013年から2014年の4月まで、うん、1年間ずっとオフのメンバーの姿をこうカメラに収めたものをこう写真集にしてもらってるので、うん、なんかりほちゃん例えば、はい、例えばどんなの、りほちゃんのどんなのって。そうですね、なんかメンバーそれぞれのページがあるんですよ、うん、この子がメインのオフショットみたいなのをこうギュッて集めたものがそれぞれコーナーがあるんですけど、うん、私のは寝てる写真がめちゃくちゃ多いです。本当になんか、いや、さすが道しげさん、はい、よく見てるね。本当に特徴を捉えるのが早いね。はい、なんか寝顔コーナーがあるんですよ私の。いや、そんだけ寝てるイメージってことよ。本当になんか多分2ページ分ぐらい私寝てる写真ありますよ。寝てんなそれ。本当に本当にだからもうそれぐらい、まあ、メンバーの普段こうしてるっていう個性が見えるんですよ。最初だったら寝てる写真が多かったから、よく寝てる子なんだなって思ってもらえたりとかすると思うし、うん、結構いろんな表情があって面白い。いや、さすが道しげさんですよね、はい、そのなんか、うん、なんだろう、1ページの中に何枚写真入れるかっていうのもこう道しげさんのこだわりだったりして、編集もしてるってことだね。はい、おうおう、道しげさんがこう1回全部こうチェックして、うん、ここはもうちょっと枚数増やしてとか減らしてとかいろいろ考えてくださったんですよ、うんうん、それでなんかもう何十枚も1ページにギューって詰まってるやつもあれば、1ページドンって1個の写真が載ってたりとか、すごい何回見ても飽きないですよ。あー、面白そうね。一回じゃなんか楽しめない、何回見ても楽しめるものになってるんですけど、もしもですよ、はい、林カメラ作るとしたら、いや、もう私は自称、うん、パーツフェチなので。あ、そうだね、ここでも何回か言ってますけどね、はい、ここのパーツは絶対入れつく手があるわけでしょ、写真に。私個人的には福ちゃんの肌一面の、うん、一枚の写真で分かりますか、言いたいこと。分かる分かる。だから写真は肌色ってことですよ。そうです、そう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 。それどうですか。いや、もういや説明書いてこないと何ってなるけどね。いや、そうですけど、ぜひそのなんか組織を見てほしい、福ちゃんの肌の組織を。ドアップでいきたいわけね。そうです、そのきめ細かさとか。はい、顕微鏡で見たやつとかも入れていいですよ。いや、ちょっとさ、あの、アジなんですけど、メンバーがなんだか分からないじゃん。なんか肌年齢とか見る時のあるあるある、なんかカメラあるじゃないですか。あるある、ね、そういうのでこう、あの、記録したやつとかも貼ってもらえたらいいなみたいな。いや、画期的だけどね、写真載ってたら詳しくみたいな感じで。それぞれの肌の超アップなんですね。はい、だからそれのこういろんな角度バージョン、はいはいはい、例えば石田あゆみちゃんの唇とか大好きなんですけど、うん、いいじゃんいいじゃん。もう正面から見るのもまずいいんですよ、うん、あ、やっぱりこう唇プルンとしてるなみたいな、はいはいはい、それをこういろんな角度で楽しんでほしい。あ、ただプルンとしてるんじゃなくて、どういう風にどういうこう下唇の、ま、うん、真ん中あたりから膨らんでんのみたいな。うわ、超細かい。角度によってあの見え方が違うわけですね。そうなんですよ、一つの唇取っても。はい、なるほど。私も下から見たら案外唇あるように見えたりとか、薄いんですけどね、うんうん、めっちゃ薄いんですけど、下から見たらちょっとプニュって見えてたりとかするんで、そういうの角度で見ないと分かんないじゃないですか、うんうん、下からとかあんま撮らないじゃないですか。まあ見ないな。あゆみちゃんの唇を下から見てほしい。私もなかなか下から見させてもらうことは少ないんですけど。そっか、そう、それじゃあマストで入れるやつだね。はい、下から唇。はい、下から唇。あー、面白いね。そうですね、さやしカメラ出ないかな、ダメかな、なんかマニアックすぎてだ、なんか手に取りにくいかもしれないですね、もしかしたら皆さん。いや、でも私に共感してくださる方結構いるんですよ。だから
いつかお願いして、あ、私がリーダーになる頃ぐらいにしますか、何年か後まあいつか出せたらいいなと思います。はい、それではモーニング娘。ワンフォーからのお知らせです。工藤遥香ちゃんの鎖骨ってちょっと変わった形してて、水が溜まったりとか物が置けたりするスペースがあるんですよ。だからそこに水を注いでる時の写真を撮りたいなって思います。